展望車のある車両の例展望車とは、軌道上の風景を展望できる座席や大型の窓を特に設けた鉄道車両である。日本国有鉄道における客車記号は手であるが、電車や1980年代以降に心臓、改造された客車の展望車では、この記号を伏さない場合が多い。類似する例として、トロッコ列車と呼ばれる種類の車両が存在する。 純粋な観光路線等で、より開放的な展望を得る目的や、一種の特殊なアトラクションという性格を持って、風を感じられる側面が開放された構造の、旅客車や無害貨車を改造した車両などで運行される。日本における第二次世界大戦以前の展望車は、もともと19世紀末期から20世紀前半の北、アメリカで長距離列車の最高尾に連結されていた。 展望車に判を取ったものである。初期の展望車の一例1880年代にアメリカの鉄道で車両間の連結部分に可動式の渡り板を渡し、蛇腹状のホロで折った貫通路構造が考案された。このベスティビュールカーは乗客が安全に車両間を往来できる利便性から1890年代までに全米の鉄道に広く普及した。 車両間貫通路が整備されたことで、寝台と喫煙室、教職設備を一両に収めた車両を何両か、連結する列車の代わりに、独立したラウンジカー、食堂車などを備えた列車を運行することが盛んになった。長距離を移動する際に一等旅客の憩いの場となるラウンジは、列車の最前部や最後部に設けられた。この時、列車の最後部に設けられたラウンジに、 旅客誘致の目玉設備として設けられたのが展望室である。1890年代から1920年代頃までのアメリカの展望車の形状は日本の展望車とよく似ている。車両の一端、乗降用のデッキを少し広くしたほどのスペースが景色を展望可能なオープンデッキとされた。ここには転落を防ぐための柵が取り付けられ、隣接する客室が 展望室となっていた。この構造は日本の展望車でも踏襲されていた。日本の展望車との違いは21世紀初頭の日本の寝台特急におけるロビーカーと同様、展望室が乗車した格闘旅客のフリースペースとなっていたことである。展望車車内のうち展望室を除いた残りのスペースは開放式寝台内し個室寝台で構成される客室とされるか、 軽食用の教職スペースに当てられた。オープンデッキ部分が気軽に利用されていたのも日本との相違点の一つで椅子を置き、走行中にカードゲーム等をして楽しんでいる乗客の写真や家族並んでの記念写真等が残されている。日本からの旅行客もその例外ではなく日本人の視察団の記念写真も存在する。無論、展望車を連結した列車は一等運賃や 特別料金が要求される、プルマン寝台車で構成された、優等列車が多く、利用にあたっては、ある程度の出費を必要としたが、それは、一般旅行客の利用を妨げるほどの高値では、なかった。なお、一部の車両には、密閉式の展望車も存在した。ジョージア300乗のバラクオバマまたアメリカの鉄道には、企業幹部や資産家が貸し切り使用する客車。 プライベートカーが多数存在したが、その中にも展望室を設けたものが存在する。古い文献や写真、記録映画などで政治家の地方遊説の際に描かれる展望車両は多くはこの種の車両である。なお、2009年1月17日、バラク・オバマ時期大統領はフィラデルフィアから特別列車でワシントン入りしたが、その最後尾には九百三十年プルマン社製の 展望車、ジョージア300が連結され、オバマは展望デッキから周囲に応えた。カリフォルニア・ゼファーの展望車ミルウォーキー鉄道で、使われた、スカイトップラウンジと、スーパードームワムトラック、スーパーライナーの、展望ラウンジ車内アメリカで展望車が大きく変化、したのは1930年代のことである。この時期に、流線型デザインの軽量な客車が開発され、 有等列車向けに普及したが、それらの車両では、滑らかな流線型を描く密閉式の展望車を設けることが一つのスタンダードとなった。また、これらの展望車の発展形として1948年運行開始のカリフォルニア・ゼファー号等に連結された2階建て展望車、ビスタドームカーを上げることができる。こうした流線型の展望車の一部は、21世紀初頭でも、 カナダの大陸横断列車カナディアンの展望車として運行されている。また、アメリカ・カリフォルニア州ナパバレー地方にあるナパバレーワイントレインでは、1952年製のビスタドームカーが連結された観光列車が現役運行中である。展望ドーム車は編成の中間にも設けられた。前述のカリフォルニア・ゼファー号でも一部が2階建ての展望ドームとなった座席車が連結されたが、 それとは別に、車両全体が展望ドームとなったフルドーム車も建造されている。この例として、アッキソン・トピカサンタフェ鉄道向けのビッグドーム、シカゴ・ミルウォーキー・セント・ポールパシフィック鉄道向けのスーパードームなどがある。ガラスドームのために重量が大きいのが特徴で、構成者のスーパードームは、軽量構造にもかかわらず、112トンもの重量を有した。 また、1950年代の後半には、サンタフェ鉄道のシカゴ・ロサンゼルス間を結ぶ、エルキャピタン号用に、全車2階建ての編成が新造された。エルキャピタン号は、全車座席車だったので、2階建て車両は、座席車とラウンジ車、食堂車であり、寝台車や最高尾用の展望車は製造されなかった。それまでの全車2階建て車両が、通勤用として、 座席を増やして定員着席を目指して作られたギャラリーカーと呼ばれるものであったのに対し、この車両は展望を目的に建造されたというのが大きな違いである。この様式の車両はアムトラックのスーパーライナーに引き継がれ、寝台車も設けられた。スーパーライナーは西部の列車を中心。なお、旧来の展望車も一部が維持保存され、プライベートカーとして、 一般のアムトラック列車に並結され運転されることもある。これらは当該車両が貸し切りまたは私有であるため一般乗客の立ち入りはできない。しかし、旧型展望車の中には先日のナパバレーワインドレインのように各地の観光鉄道で運行されているものもあり、これらを利用することで比較的低廉な価格で往年の展望車の旅の雰囲気を楽しむことができるようになっている。 台湾鉄路管理局の展望車前述のように、アメリカの展望車は日本の展望車にも大きな影響を与えているが、特に線路や車両の規格がアメリカのものと類似していた日本資本の南満州鉄道ではその傾向が強かった。南満州鉄道の代表的な展望車としては、1930年代に特急アジア向けに製作された天 E8 型が挙げられるが、 これは当時アメリカで試作が進められた流線型の展望車を参考に製作されたもので、携帯は丸切り本家アメリカ式の密閉式流線型である。この形式は21世紀初頭においても中国鉄道部において若干数が現存していると言われている。また、観光用のドームカーや通勤用の2階建て車両についてはドイツ国営鉄道がアメリカに先駆け。 1930年代から製作を行っている。1936年に建造されたガラス電車 ET91 や1962年から1976年にラインゴルト号、ラインプファイル号に連結されたドーム展望車等は世界的に知られている。また、フランスにもオートラーユパノラミックと呼ばれた炭鉱運転のできる ドーム展望室付き流線系のフランス国鉄 X4200 系機動車が存在し、アグリバップ発見列車において、胴体保存されている。このほか、現在のヨーロッパでは、風光明媚なアルプスやリベーラ海岸を走行する、急行列車には、現在でもオブザベーションカーが連結されているが、これは窓を天井まで広げ展望を良くした一等車で、ドームカーの発展型である。 台湾鉄路管理局にはオープンデッキを備えた展望客車 PC32701 号があり、主に貸し切り車両として用いられている。日本の国鉄が1960年代以前に保有した正式な展望車は東海道本線、山陽本線の特別急行列車に連結された。これらはすべて乗り心地が良いとされた三軸ボギー台車を装備し、 交尾に柵を備えた開放式展望デッキを設けていた。いずれも先行するアメリカの流儀に習ったものである。民間メーカーでは一両も製造されず、国鉄工場で最高水準の技術を持って製作された。通常は三等級生時代の一等車として編成の最後尾に連結された。したがって展望席も一等客専用の領域であった。また、 それゆえ必ず車掌室を備えていたことから、環球車を示す、不はつかないものとされていた。この時代の日本における展望デッキは、主として、駅での発車時及び、見送り客に当礼支しを振るための、お立ち台であり、乗客が走行中に、デッキに出ることは、ほとんどなかった。初期の木製展望車日本最初の展望車は、1908年に、 九州鉄道が発注した車両を国有化後の国鉄が引き継いだ武徳一系だとされる。定期列車において初めに使用されたのは1912年に新橋下関間2等二等特別急行列車番号1.2列車に連結された木造車体の汚天9020系である。1912年に5両が製造され、翌1913年には一部の設計を 変更した、お点9025が増備された。1923年には、車体断面を大型化した、木造展望車のおいて28,070型が、登場し、お点9020型にとって変わった。1928年の称号改正でおいて27,000型に改称されている。置き換えられた、お点 9020K4 両は、荷物車へと改造されたが、 お天9025はその後も予備車として残り、称号改正では、追い寝て1万7000となった。置いて2万7000型ものに、厚生展望車の登場によって、富士の運用から外され、うち2両は引き続き東京下関間、急行校7.8列車の京都下関間で使用、残りは予備車となったが、急行7.8列車の運用が、 厚生展望車に置き換えられた1939年には、第12回東京オリンピックに備え2両が交代化、改装され、推定37,050となって、特別急行列車、カモメに充当されている。交代化されなかった3両は後に、荷物車等に改造された。なお、外国用人や気品、交換の移動時に運用された展望車類似の、 特別車としてお得910型が1911年に製造されたほか、1922年には国品用として15号両車が展望デッキを備えた形で登場している。構成展望車、推定37,040系1927年から国鉄客車の車体は構成が標準となった。20メートル車体を持つ優等車両については、 ペンシルバニア式三軸ボギー台車の TR-73 型が開発され、展望車についても1930年以降に、これを装備した構成車が製作されることになる。まず、1930年に、最初の構成展望車として推定3万七千型が登場し、続いて推定3万7千十0型が製造され、いずれも置いて2万七千に変わって、富士に重当された。このうち、 推定3万7千系の車内は、当自動時期に新築。国際列車であった、戦前の特急、富士にあってはことに外国人観光客に好評を、白したとされるが、戦後復活した際には、まるで霊柩車のようで、不気味、仏壇じみて縁起が悪いと乗客の不評を買い、予備車に回された経緯を持っている。その後、1931年には、推定3万7千型に準じた。 洋風内装の推定37,020型が超特急、遠洋に製造され、また推定37,000系のうち一両は遠洋に推定37,030型に改造されている。これらはいずれもダブルルーフであった。1938年には、1940年に開催予定であった第12回東京オリンピックに備え、近代的な丸屋根構造を採用。 車内に換気ダクトを設けるなど、冷房装置の取り付けを当初から想定した水手37,040型が登場し、富士に投入され水手37,000型を置き換えたが、展望車自体の申請は、これが最後となった。この後に登場した水手37,050型は、上述の通り置いて27,000系の交代化、改造である。なお、 厚生展望車の車内の標準的な構造は一等寝台車と共に使用された不士用の推定37000系、推定37010系、推定37040型においては一等寝台車が区分室方式であったため、展望車自体は前くらいが一等室で一人がかり回転座席を備え、後くらいが展望室で1から2人用ソファを10席程度配置したものであり、 基本的にオープンサロン方式。一等寝台車を連結しない、中高特急の、円、カモメ用の推定37,020系、推定37,030系、推定37,050型は蒸気に加えて、区分室を2室程度備えており、気品、交換の乗車に備えられていた。いずれも定員は展望室が10名程度、一等室が16から19人程度であった。 太平洋戦争末期には特急列車の廃止に伴い展望車を含む優等車両は戦災を避けて地方に疎開措置が取られた。輸送力増強との名目で三等車への格下げ改造の計画も立てられたが、時すでにそれを行う余裕すらなく荒廃していった。推定三万七千重計百四十五年の日本の敗戦に伴い温存されていた。 有等車両のほとんどは新中軍に接収された。この時展望車系であった15号両車も小番号、水手10となり、オクタゴニアン号の編成に組み込まれた。また戦後の国鉄は正式な展望車は申請していない。展望車はほとんどが接収されたが、残った3両の展望車が1949年に復活した戦後初の特急、平和、 ついで翌年解消した、ツバメに重刀された。すなわち、推定三38に、定三十391.2から、おのおの一等客室を大改造した、まいて3 9 2 1 1 1一である。桃山式展望車であった推定三39の2両は、共に、車内の痛みが激しかったため、まいて3911のみに装飾を集めて、桃山式の内装を復旧。 マイテ391.21は洋風のデザインとされたが、桃山式の11は先日の通り利用者の評判が芳しくなく予備者となった。なお、マイテ39の座席配置や車内設備は統一されており、3両とも定員は展望室10名、1等室14名、1等室前方にサービスコーナーを設置していた。 やがて連合軍に接収されていた車両も全車が変換され、その多くが東海道本線特急、つばめ、鳩に使用された。この時期に、車軸駆動による冷房化により、重量が増加し、スキュから魔球になった。水手四481、水手三372、水手四492は、接収解除後、整備の上、鳩用として1950年から使用された。 これらの展望車は、車内がほぼ戦前のままで使用された。また1953年には変換された旧水手371を整備し、冷房化もあって、同年の称号改正により巻いて581として、鳩に投入、水手481は予備に回った。1954年には変換された旧水手491を近代的に整備、 改造して巻いて491とした。この改造により巻いて491は、最も近代的な姿を持つ展望車となり、臨時列車用として1963年まで現役で使用された。1955年には一等寝台の廃止により、国鉄で定期使用される一等車は、東海道本線特急の展望車のみとなった。1956年に、 東海道戦前線電化に伴い、これら客車特急用の車両は、単力五号に塗装されたが、その内訳は、ツバメ用の巻いて三十九一巻いて三十九二巻いて四492、鳩用の巻いて五十八一巻いて五十八二、および予備車巻いて四十九一の六両で、これらが最後まで使用された。もともと一等車の需要は限られたもので、1 9五十年代初頭には、 山陽線特急、カモメへの重当を想定して、密閉式の展望写真像が計画されたこともあったが、試作的改造のみで実現せず、試作者も国鉄内部の巡察等に用いられたのみに終わった。また、山陽線特急、カモメへの一等展望車連結も、大陸連絡の使命を失った、山陽線においては、需要が極めて少ないと判断されて実現しなかった。 1960年に東海道線中高特急の電車化により展望車の定期運用はなくなった。展望車各社はもっぱら団体用となり、同時に二等級制への移行によって、巻いてからマロテへと名称が変更された。これらは1964年までに大枠を流用した押し17型に改造され、あるいは用途廃止によって廃車となるなどして全車が姿を消した。 その後、保存者としては、東京都大梅市の大梅鉄道公園のマイテ3911、大阪府大阪市港区の交通科学博物館のマイテ492が残存していた。マイテ492については1987年に改修の上車席が復活し、JR 西日本が引き継いだ。なお、同車両が車席復活の際は従来設置されていた。 車軸駆動式冷房装置を撤去して、新たに冷暖房兼用のヒートポンプ式、インバータエアコンを設置するとともに、12系、14系客車などから冷暖房用電源を供給してもらえるように改造された。エアコンは車両強度の関係もあり、一般の家庭用エアコンが使用され、床下に室外機を、客室内に操作用リモコンをそれぞれ設置し、 展望車のダブルルーフ部分に設置された送風用ダクトを通じて客室内に送風されるようにした。同社では山口線の SL 山口号をはじめとするイベント列車において限定的に運用されていた。また、マイテ3 9 1一は損傷が激しくなったため JR 東日本温井工場に移送されて復元が試みられたものの高度な細工を凝らした桃山式の内装はもはや 修復できる技術が残っておらず、実現には至らなかった。やむなく装飾等が取り払われた上で、東京総合車両センターに保管。その後、2007年に開館した埼玉市大宮区の鉄道博物館において保存されることとなり、現時点で可能な限りの内装の復元が施された上で展示されている。なお、厳密な展望車には該当しない。ただし、 これらの車両は運用上編成の向きを変えることは行われていなかったので、後部から展望を楽しめたのは片道に限られていた。開放式展望車の例大井川鉄道、推定82系密閉式展望車の例1980年代に、至り、ジョイフルトレインの先駆けとなったサロンエクスプレス、東京やサロンカー何和には改造車ではあるが、 編成両端の車両に展望室を設けた車両が連結された。ただし、これらはガラス張りの密閉構造で、特に前車は構造的にも伝統的な国鉄展望車よりも名鉄7000系、電車、パノラマカーに橋を発する展望ロマンスカーの客車版といった雰囲気であった。これの類似車両はスーパーエクスプレスレインボー、ユーロライナー、 パノラマライナーサザンクロスなど多岐にわたる。伝統的な開放式展望車としては、1982年に西武鉄道からの譲り受け電車である、佐波1501系1515号を改造した大井川鉄道の推定82型が登場した。国鉄でも1983年に、 名古屋工場で改造されたお座敷客車の両端が、種ネの12系の構造体を流用しつつ、開放式展望デッキを設けた。さらに1987年には50系客車から、アイランドエクスプレス四国用に、1988年には同じく50系から、ノスタルジックビュートレイン用に開放式展望車が、改造製作されている。また同年には、 SL 山口号向け12系の一両が開放式展望車に改造された。なお、SL 山口号向けの12系については、もう一両が2003年に密閉式展望車に改造された。しかし、これらは大井川鉄道の推定82型を除いてすべて、形式音号は展望車の手ではなく、通常環球車の負を称しており、手の新形式は途絶えたかと思われた。 ところが意外なアプローチから1998年に JR 北海道において改造車ながら新形式が登場した。トロッコ列車用として側面の窓ガラスを取り払った車両に手が与えられたのである。これらは50系客車の改造車であったが、果ては貨車改造の二軸客車にまで手が付された。また、SL 版越物語編成のように中間の車両を ハイデッカータイプとして、良好な眺望を確保した大型窓を設け、乗車店員を例人として、座席指定権を発見しない例も現れている。なお、このハイデッカータイプの展望車両は、客車、電車、機動車を問わず、トレンドとなっており、用途形式上もロビーカーに準ずる、派を名乗るケースが少なくない。一方、新造車両では、上野札幌間の寝台特急。 カシオペア用 JR 東日本 E26、軽客車に車端部に本格的な展望部を有するカハフ E26 系が投入された。なお、この車両の名称はラウンジカーを名乗っている。2013年に運行を開始した7つ母子院九州では編成端部の車両は展望部を有している。ただし、機関車の次に連結されている場合が多い1号車。 マイ77から7001号車は、ロビーカーに準ずる、ラウンジカーであるが、最後尾を想定した、マイネフ77から7007号車は、専用客室である二人用個室寝台、デラックス、スイートとなっている。2017年には、SL 山口号用12系客車の置き換え用として、JR 西日本35系客車が申請された。この客車は、5両編成の両端車に、 開放式展望デッキを設けており、それぞれ愚手35系、素果手35型とされた。また1980年代より、トロッコ列車と呼ばれる素朴な形態の展望車両も運行されるようになっている。運行当初は貨車を改装したものが用いられたが、安全上の問題から貨車改造が認められにくくなり、以後は12系等の通常型客車から、側面ガラス窓、 外反の一部を取り払った車両が投入されるようになった。なお、かつての特別急行列車、つばめ、鳩などでは三角線と呼ばれる配線を利用して、編成ごと方向転換をしていたが、近年のそれは編成の両端に展望車を設ける方法が一般的である。あるいは、蒸気機関車牽引列車の場合は、発着駅近辺に蒸気機関車の転車台が残っているため、 それを使って展望車のみ方点させる場合もある。実例として、2002年までの SL 山口号は、展望車が1両しかなかったため、津和野駅の転車台で、それの方向転換が行われ、編成の下り方に連結されたことがある。路面電車での納漁車の例、美濃電気軌道木造単車高速電車での納漁車の例、神戸有馬電気鉄道店1系太平洋、 戦争以前の一部地域の路面電車には窓ガラスをなくして長望を確保し、側面腰板を金網張りとして風通しを良くした農業電車が存在した。暑い時期に乗客の量を取ることを主眼としたもので江ノ島電鉄等で1930年代まで運行されていた。これも一種の展望車と言える。神戸電鉄等には 高速電車でも同様な納量車仕様の車両があった。多くは太平洋戦争中に輸送力確保のため通常型電車に改造されて消滅した。第二次世界大戦以前の日本の電車は一般に運転台周りは開放的な構造であったが、その中でも1938年に南海電気鉄道の前身である南海鉄道が製造した機賓車9900号は 流線型の全面形状と広い窓を備え、車内にはソファーを備えた展望構造であった。これは、後続等の高野山への参経における利用を主眼としたものであるが、第二次世界大戦後は、一般客向けの特急、荒野号に特別車として連結され、1961年まで運用されたが、同年の特急撤退後は、通常形態の通勤系電車に改造されてしまった。 東武鉄道は、豪車なサロンを備えた、基品用の付随展望車として、特500系、客車1両を保有し、主に、日光特急電車の交尾に連結して、運用していたが、1957年に廃車となった。なお、東武の特急車両は1720系、DRC 及び100系、スペーシア以降の電車は、全面展望を意識しない作りになっている。パーラーカー。 国鉄の場合、東海道本線特別急行列車、はと、つばめを151系により、電車化する際に、従来の展望車に相当する、後継車両として、以前の特別二等車をしのぐ設備を有した、大阪型先頭車の黒151型を製造した。運転台の後に、VIP や基品格使用を考慮した4人用の個室があり、客用扉を挟んで車体後部に位置する、 開放室には左右各1列ずつの乗客が座席の向きを任意に変えられる回転式自在腰掛けが7列配置されたために定員18名。パーラーカーの愛称が付けられ、客車時代の一等車と同様の利用客層を前提としていたことと、二等車であっても前述したように以前存在していた特別二等車をしのぐ設備であったため、特別二等車料金に相当する。 特別車両料金を要し、当時の国鉄監修時刻表による表記では、従来の展望車記号がそのまま流用された。12両が製造されたが、1両が自己廃車。残り11両中10両が、東海道新幹線開業に伴う山陽本線特急に転用され、後に181経過改造が施行された。しかし、 利用者の絶対的な減少に伴い貴賓車予備となる2両を除き開放室を普通席への改造が施行され、黒葉181型となった。さらに黒黒葉181型への改造後も、山陽特急からの撤退による関東地区への転用に伴い1973年までに全車普通車が改造され、パーラーカーは消滅した。なお、 東海道特急から直接上越線に転用された黒151から6は転用時に直接区波181から56に改造されている。JR 発足後の特急のバノラマ型戦闘車、東海旅客鉄道では品のように投入された381系で1988年にサロ381型を戦闘車化改造した。 パノラマグリーム社路381系10番台を改造製作した。全部約1、3は展望室で、前頭部は全面展望を考慮し傾斜した構造となり、側面窓も拡大されている。後継である383系においても、長野方にパノラマグリーム社路383型0番台が連結されている。機動車特急においても、非だ。 南紀に投入されたキハ85系の非貫通戦闘車では、傾斜をつけた流線型とし、三次局面のフロントガラスと運転台情報の天窓を採用し、運転席後部を全面ガラス張りとした上で、全面展望を確保している。西日本旅客鉄道では、1989年に設定されたスーパー来庁向けの485系に、スイタ工場で改造された。 パノラマグリーン車黒481系2000番台を組み込んだ。同じ時期にはスーパークロシをスーパーやクモで運用された381系に同じ構造のパノラマグリーン車黒380型を改造製作して組み込んでいる。1996年に投入された JR 西日本283系電車でもパノラマグリーン車が採用されている。このか。 2017年に営業運転を開始したトワイライトエクスプレス随風は車両先頭部にオープンデッキが高いデッキを備えており車両形式もキータ87と起動車形式発の適合を名乗っている四国旅客鉄道が投入した2000系ではグリーン席普通席号作り車の非貫通先頭車にパノラマ構造が採用されたグリーン車ではないがスーパーハクト で運用される地図急行ホット7000系機動車の非貫通戦闘車はパノラマ構造となっている。北海道旅客鉄道が1988年に製造したジョイフルトレインニセコエクスプレスでは車体こそ平屋構造であるが戦闘車をパノラマ型として全面展望に配慮した。東日本旅客鉄道ではキハ58系改造のグラシア および485系改造のリゾートエクスプレス U において採用した。第三セクター鉄道では単語エクスプローラーに運用された北近畿単語鉄道 KTR-00HK 機動車で客室をハイデッカー、先頭車をパノラマ型とし展望に配慮した形となった。イタリア国鉄の設定ベル屋上運転台式全面展望車の例。 小田急ロマンスカー屋上運転台式全面展望車車内の例長野電鉄線系電車正面から見た屋上運転台式全面展望車外観の例小田急5万系電車運転台を屋根状に上げ客席を車両最前面に置いて展望を確保する構造の鉄道車両は古い例では1930年代にフランスで製作された機動車ブガッティガソリンカー等が存在する しかし、この種の展望構造をとった高速列車で、世界的に有名となった最初は1953年に、イタリア国鉄が開発した7両編成の板、300系である。この豊かな局面を備えた流麗な特急電車は、セッテベロの愛称を与えられ、列車名にもこの愛称が採用された。この、セッテベロとは、セタベロでなりというトランプゲームの役のことである。車体にも、 セタベロデナリのイラストが描かれている。1960年には同様の構造を持つ4両編成の板250型も製造されている。これらの電車は文化映画ベスビアス特急で紹介されて以来、日本でも知られることとなり、名実ともにイタリア国鉄を代表する車両であった。なお、2004年時点では一編成を残して廃車されている。 日本でこの展望構造を取った電車の最初は、1961年に開発された名古屋鉄道の元祖、パノラマカー7000系である。本形式は、鉄道ファン市の総監号の本紙を飾り一役、全国区で有名となった。このため日本ではこの形態を、パノラマ系と称するのが一般的である。これに続き、小田急電鉄でも、 小田急ロマンスカーの系統である1963年開発の3100系、アンセレコの構造を採用した。名古屋鉄道は同様な構造を1963年製造の7500系でも採用。また、小田急電鉄も1980年の7000系、LSE、1987年の1万系、ヒセ、2005年の5万系、VSE も、 同様の構造を採用している。同社では、イター300系同様の連接構造も共に採用され、改良を続けながら踏襲されている。2017年に製造され、2018年より営業運行を開始した7万系、GSE では、VSE 以来13年ぶりに展望構造が採用されたが、台車は連接構造ではなく、通常のボギー車となっている。 国鉄 JR におけるセッテベロ型の展望電車は国鉄末期の1987年に165系をジョイフルトレインとして改造したパノラマエクスプレスアルプスが最初である。なおこの車両は2001年に富士急行2乗と形式を2000型に変更の上富士山特急として運用された。 続いて、JR 東日本で485系を改造して1990年に登場したシルフィードナンバードゥー、かにおいても同様の設定ベルカたちが採用された。機動車ではキハ183系に例があり、1988年に JR 九州がオランダ村特急用に製作した千番台と1990年に JR 北海道が製作した。 クリスタルエクスプレストマムサホロ向け5100番台がある。前者は数回の変遷を経て、放飛本線特急、アソボーイに運用されているが、全面展望席は制度上、発見上も特別席扱いを受けている。後者は一般席と同じ扱いであったが、2010年に発生した特急スーパーカムイ踏切事故を受けて座席を撤去。 立ち入り禁止措置を取られ、展望席は廃止となった。ハイデッカー式全面展望車の例、名鉄線三3 0系、パノラマスーパーハイデッカー式全面、これに代わって、高床式の全面展望車両が1980年代以降に出現している。発想は観光バス等と共通したもので、運転台を通常の床面に置き、 直後の客席床面を大きくかさ上げした上で、車両全面の窓ガラス面積を大きく取り、運転台の頭越しに全面眺望を確保する手法である。多くの場合は、客室側面窓も大きく作られ、全方向への眺望確保を図っている。設定ベロカたちよりも構造が簡単で、運用が容易であることから、電車、機動車における、 全面展望車両の一つの主流となっている。日本では1984年に登場した名古屋鉄道の8800系パノラマデラックスが最初である。パノラマ型展望車の代表格である7000系の後継車1000系パノラマスーパーもハイデッカー型で製造されている。その後は伊豆急行の2100系リゾート21や JR のジョイフルトレイン。 近鉄の5万系、島風など、リゾート列車への採用例が多い。2階建て長望車の例、近鉄3万系電車、ビスタ EX2 階建て車両は、特に2階席からの長望に優れることから、アメリカのビスタドームカー等のように、長望車、長望席という位置づけでアピールされることがある。日本の場合、近畿日本鉄道のビスタカーについては、2階席を、 長望席として位置づけており、発見上指定ができることから、特別枠ではあるものの料金制度上の特別席ではない。制度上の特別席という点では、瀬戸大橋線の快速列車、マリンライナーに使用される JR 四国5000、軽電車の5100型は2階席及び運転席より座席をグリーン席とし、1階席及び連結面を普通席として、 眺望の良い特別車両として使用されている。これは運行当初より使用していた JR 西日本、岡山電車区所属の213系グリーン車黒212系車両の瀬戸大橋での眺望を楽しむという点を踏襲したものである。特急、朝切りうに製造された JR 東海371系電車及び小田急2万系電車ではパノラミックウィンドウを採用した先頭車。 大型の側窓、編成中間の2階建て車両と、全体的に展望に考慮した作りとなっている。しかし必ずしも、2階建て車両イコール観光列車に、充当される車両ではないため、例えば座席数の増加を主眼に置いた、JR 東日本の東京近郊区間における、中距離電車に連結される2階建てグリーン車では、展望の望めない1階席が存在すると、 必ずしも眺望が良いような座席配置は行っていない。これは湘南ライナーとホリデー快速に充当された2 1 5系でも同様である。トロッコ機動車の例、渡らせ、渓谷鉄道、w k t 5 5 0系、トロッコは C5JR 東日本のキハ48型を改造して、トロッコ列車用としたビューコースター風子や、 アハ30型を改造した藍津鉄道の AT-300 系、そして新造車の高千穂鉄道の TR-400 型や渡らせ、渓谷鉄道、WKT-550 系、藍津鉄道 AT-350 系機動車が存在しており、かつての、納涼電車の再来を思わせる車両となっている。朝日新聞、二千九年一月十九日朝刊、点四面。 アバウトアワートレーン。ナパバレーワイントレイン。2015年3月10日閲覧。展望者特別急行に連結国民新聞明治45年5月23日。新聞修正、明治編年始。第14巻以上戦後の編戦は、星明一等展望者編戦期による。もしこの計画が実現していた場合は、密閉式の推定30型が、 東海道線特急に使用され、山陽線特急には、毎いて39型が転用されていたかもしれないとも、言われている。アルファコンチネンタルエクスプレス、フラノエクスプレス、トマムサホロエクスプレス、サロンエクスプレスアルカディア、リゾートライナー、ユ・ウトピア、ゴールデンエクスプレスアストル、スーパーサルーンユメジ、リゾートサルーンフェスタ、エーデルタンゴ、トットリ、 北近畿もハイデッカー展望車であった。加えて、小田急2万型は、ハイデッカー構造とされた。2012年をもって、朝霧からは撤退し、両者富士急行の富士山特急に転用された。ありがとうございます。